このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。田村女性卒の不動産大学法改正2022特定都市河川浸水被害対策法編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、大好評企画2022年法改正知識の解説をやっていきたいと思っております。この企画はですね、今年の宅建試験に出る可能性があるですね、直近の法改正知識について初心者向けにですね、解説をする企画でございます。今年の試験にですね、出てくる可能性が十分あり得ると思いますので、ここですね、しっかりと押さえておいていただければと思います。今日取り上げるのはですね、こちらでございます。特定都市河川浸水被害対策法、ちょっと長くて言いづらいんですけども、これですね、宅建試験のテキストには載っていないと思うんですけども、宅建業法ってですね、関連する法律がですね、改正されるとですね、それに伴ってですね、宅建業法も改正されるということが起きますので、これ受験生にとってはですね、これ絶対チェックしておかなければいけない部分なんでございます。今日ご紹介するですね、特定都市河川浸水被害対策法もですね、重要事項説明のですね、実務にすごく影響しますし、今年の宅建試験にもですね、これ受験生を惑わせる目的でですね、出る可能性十分あると思いますので、ぜひですね、最後まで聞いてください。それでは早速参りましょう。近年ですね、ゲリラ豪雨なんかは結構よく発生するじゃないですか。水害に対するリスクってすごく高まってると思うんですよね。これは皆さんもそうだと思うんですけども、このですね、特定都市河川浸水被害対策法っていうのはですね、簡単に言いますと、都市部をですね、流れている河川からの浸水被害の防止対策をするために作られた法律なんでございます。もう法律の名前の通りの法律でございます。じゃあですね、今回その中の何が改正されて、重要事項説明にどう影響するのか、ここをですね、説明いたします。ここ数年でですね、皆さんの近所のですね、道の中で砂利道とかですね、舗装されてない道だったところがですね、舗装されて綺麗になったっていうのを見かけたっていう経験ある人いませんでしょうか。もうこれですね、特に地方とかに住んでらっしゃる方だとよくあるんじゃないかと思います。これですね、どんどん都市化が進んでいる地域なんかですと、道路がですね、どんどん舗装されてすごく綺麗になっていくと思うんですよ。まあそれ自体はですね、悪いことじゃないとは思うんですけれども、実はですね、これ舗装が進んでいくと別の問題が発生するんです。それはですね、雨水なんでございます。これ雨水ですね。これ雨水の問題ってどういうことかと言いますと、これ舗装される前のですね、地表っていうのは雨水をですね、自然浸透するので、要するにですね、土とか水吸ってくれるじゃないですか。なのである程度の雨水っていうのはですね、地表面が吸収してくれていたんです。ところがですね、どんどん都市化が進んでいくと、舗装されてですね、アスファルトになっていくんですね。でアスファルトってですね、水を吸収しないので、じゃあどうなっちゃうのかと言いますと、ゲリラ豪雨とかですね、短時間で大雨が降ったりするとですね、大量の水が河川に流れ込むようになっちゃうんでございます。これはですね、河川の氾濫、そして浸水被害のですね、原因になっているというふうに言われております。そこでですね、このままじゃまずいということで、特定都市河川浸水被害対策法でですね、都市部を流れるですね、河川の流域についてですね、著しい浸水被害が発生し、またはその恐れがあり、かつ河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川および特定都市河川流域として指定して対策を立てたりですね、規制をかけたりするっていうことが行われるようになりました。具体的にはですね、特定都市河川流域内で行う宅地等以外のですね、土地を宅地等にする場合で、一定規模以上の雨水の流出量を増加させる恐れのある行為、これをですね、雨水浸透阻害行為っていうみたいなんですけども、これをですね、行う場合には都道府県知事等のですね、許可が必要になるんでございます。このですね、雨水の浸透を阻害させる行為っていうのは何なのかっていうのは後でちょっと説明いたします。ですからですね、特定都市河川流域内のですね、物件を代理媒介するときというのはですね、このことについて重要事項説明でですね、買い主に説明しなければならなくなったんでございます。これはですね、もうすでにもうそうしなければならないっていうふうに法改正になってですね、もうすでに施行がされております。ただしですね、建物の貸借の代理媒介は説明不要でございます。それ以外のケースで重説が必要になってきます。具体的に言いますとですね、例えば大阪にですね、寝屋川っていう川あると思うんですけど、寝屋川の流域がですね、特定都市河川流域にですね、指定されております。これですね、特定都市河川流域のですね、特徴としましてはですね、非常にですね、指定されている範囲が広いんです。これですね、市区町村をまたいで指定されたりしていますので、例えばこの寝屋川のですね、例なんかで言いますと、寝屋川市だけじゃないです。周りのですね、市かなりのですね、広い範囲にわたって指定がされております。要するにですね、結構該当してくる物件は多いので、実務にもですね、かなり影響があると思ってください。ちなみにですね、いちいち許可が必要になるですね、雨水浸透阻害行為って何なのよって思いますよね。これさっき言ったやつですね。これですね、こんな感じのことです。こちらです。例えばですね、土地の舗装とかですね、あとは排水設
設を伴うゴルフ場、運動場等の建設、ローラー等により土地を締め固める、宅地以外の土地を宅地や道路などにするための土地の形質変更。まあこういうふうにですね、要するに水を吸ってくれるようなですね、地表面をですね、減らすようなですね、行為についてですね、これをですね、雨水浸透阻害行為っていうふうに言います。こういうことで土地河川流域内でですね、やろうとする場合に関しては、許可が必要になったということでございます。だからですね、皆さんはこのですね、許可が必要になる場所ですよっていうですね、ことを飼い主に対してですね、説明をしなければいけないということでございます。じゃあですね、これは宅建試験に出るとしてどんな感じで出るのか、これをですね、ちょっと予想してみたいと思います。こちらです。チャンネル登録お願いします。まだの人はお願いね。で、その問題いきますよ。宅建業者は特定都市河川流域内の建物の売買の媒介をする場合、特定都市河川浸水被害対策法の規制について重要事項の説明を行わなければならないが、建物の貸借の媒介をする場合はする必要はない。はい、どうでしょうか。答えは、はい、丸でございます。その通りでございます。これですね、最初にちょっと言いましたけども、建物の貸借の代理媒介についてはですね、例外でございます。説明の必要はございません。こんな感じでですね、宅建業法以外のですね、法律が改正されると、それに伴ってですね、重説の項目がですね、増えまして、それはですね、宅建試験に出るってことはですね、ありえますので、特定都市河川流域内っていうですね、言葉はですね、必ず覚えておいた方がいいと思います。これ本番でですね、いきなり選択肢にこの感じ出てくるとですね、それだけでパニックになっちゃう可能性がありますんで、この動画を見た人に関してはですね、万が一これが出た時にはですね、ニヤッと笑ってください。ということで、また明日。夢に向かい必ずできる明日の世界へと。